ゲームにおいての課題がスペースの支配と相手の立ち位置っていうところをやっぱり見極める力がゲームにおいてなかなかうまくできていない選手が多かったので、その課題をもとに相手の重心であったり仲間の立ち位置だったりっていうのを見極める力をつけるために3サーバーにして、中の角度と外の角度、前進することをベースに考えた、まあ、ボールポジションとして形を今やってます。味方の位置だけでなく相手の状況に応じて、真ん中のサーバーが閉まっているのであれば外を簡単に使いながら、相手が外の重心にかかった時にじゃあ真ん中の選手はその空いたスペースにしっかりとボールをもらえる角度プラス前を向ける体の向きの状況を必ず作り、ボールの出して受けてのタイミング、今っていうタイミングがみんなの中で意識が合ってるかどうか、そのプレーがいいプレーなのか悪いプレーなのかっていうのがまず認識されていないと、ただ通れば OK ではなくて、その先があるか、サポート、そのプレーにおいての次のサポートが果たしてその後にあるのかどうかっていう過程まで意思統一できるように、まあ、毎日やってることなんですけど、ストレッチはお風呂上がりに1時間は必ずやって筋肉ほぐしたりしてました。まあ、きっかけってことではないんですけど、高校入ればその強度も練習が上がって、こう体の疲労とか蓄積されるようになったんで、まあ、その疲労を取るためにも、お風呂上がりのストレッチだったりはしっかり気にかけてやってましたね。お風呂の時に浴槽に長いこと使ったりして、その後にストレッチなどをしています。怪我をしないように普段から練習後にストレッチをしたりしています。試合後には、家族の人に言って豚肉で疲労を取ってもらうようにしてます。高校生になってですね、公式戦だったりで、それ以外にも配られる時があるんで、そこで飲むようになりました。いつもは公式戦の試合直前に飲んで、でハーフタイムにもまたゼリーとかを取ってますし、自分は火曜とか水曜がフィジカルの日だったらその前にも飲むようにしてます。チームの先輩の人にこれ飲んだ方がいいよみたいな勧められたんで飲み始めたのがきっかけです。今は練習後にすぐ摂取するようにしています。高校に入って、アミノバイタルの存在を知って、で練習後とかに飲むようにしてます。中学生の頃教えてもらって飲み始めるようになりました。ゼリーもすぐ飲めますし美味しいです。練習後にすぐ摂取できて飲みやすかって、味も美味しかったので続けてみようかなと思いました。さっぱりしていて自分の好きな味で、練習後とかにすぐ摂取できて飲みやすいかなと思います。フィジカルトレーニングの前にそのバイタルを取ることによって、そのバイタルを取ったっていうことでメンタル的に余裕ができるようになりましたね。きつい練習の次の日でも朝起きたら気持ちがリフレッシュされてます。90分ゲームでも最後まで頑張ろうと思いました。自分の長所であるスプリントを繰り返す部分であったり、そういうところに自信が持てるようになりました。試合前だったりそのフィジカルトレーニング前には、必ず自分にとっては欠かせないアイテムとなってます。練習の後にアミノバイタルプロはすぐに摂取できるので、そこは自分にとって欠かせない存在です。アミノバイタルは自分がサッカーを続けていく中で欠かせないものです。自分の長所が運動量であったりスプリントを繰り返したりするところなんですけど、それを気持ちの面であったりそういうところからすごい安心感というか、そういうところで支えてくれているような気がします。2大会ぶりで昨年なかったので、この3年生は初めての全国大会になるんで、もう単純に挑戦者で1試合1試合今の自分たちの立ち位置を探る大会だと、それを真剣勝負の場を与えていただいたので、本当に一つ一つ挑戦者として頑張れればなというふうに考えています。今ストーチ高校のインターハイの史上最高の成績がベスト8なんで、まずはそこを超えれるように頑張っていくのと、ストーチ高校は本当に全国でも通用するチームだと思うんで、そういったことを証明するためにも結果にはしっかりこだわって、必ず結果を残してまた広島県に帰ってこれるように頑張っていきたいです。一戦一戦大事にしてとりあえず勝っていきたいです。個人的には得点を狙っています。今年のチームは、
練習の部分でも一人一人が求め合ってやってきたので自信は結構あります。自分の長所を生かしてチームの勝利に貢献して全国で上位を目指したいです。